サッソンはイスラエルのエルサレム出身の柔道選手。得意技は背負い投げ。階級は1 0 0ラム超級。身長1 9 3センチメートル2009年にユダヤ系アスリートの祭典として知られるマカビア競技大会の1 0 0ラム級で優勝した。その後もヨーロッパオープントビリシやヨーロッパオープンワルシャワで優勝したものの2014年に 階級を1 0 0ラム超級に変更した。2015年にはヨーロッパ競技大会の決勝でアダムをくる足びりに破れるも2位となった。世界選手権では初戦で韓国のカンナリミンに敗れた。2016年のグランドスラムパリでは準決勝で日本のナナコリュを背負い投げで破るも決勝で同じ日本の原沢クキの前に指導3で敗れた。 ヨーロッパ選手権では決勝まで進んで、テディ・リネールと対戦するが、指導3まで取られると終了直前に、背負い投げに行ったところを、腕座中字型に極められて敗れた。リオデジャネールオリンピックでは準決勝で、リネールを相手に前線するも、終了間際に、技ありを取られて敗れた。しかし3位決定戦に勝利し、銅メダルを獲得した。なお、今大会の初戦で、 エジプトのイスラームエルシャハビに一本がちしたが、その直後に、サッソンが握手を求めるとエルシャハビは後ずさりをして、これを拒み、畳から降りようとした。しかし、審判に呼び戻されて一類はした。エルシャハビは、自国の強硬派やマスコミからイスラエルとの対戦を拒否するように盛んに圧力がかけられていたという。それでも、本人の意思により試合には出場したものの、握手は、 拒むこととなった。IF によれば、柔道の試合で礼をすることは義務だが、握手は各選手の任意であるとの見解を示しており、この件で処分を課すか決まっていないという。一方で IOC は、五輪精神に反した行動で受け入れることはできない、として事実関係を調査した結果、オリンピックにおけるフェアプレーと友好精神にもる行為だと認めて、厳重注意処分とした。 また、エジプトオリンピック委員会にも選手への適切な教育を求めることとなった。オリンピック以来約1年2ヶ月ぶりの国際大会となった2017年10月のグランプリタ試験とでは優勝した。世界選手権ではビザの発給をモロッコ当局に一旦は拒否されたものの、アイフ会長であるマリウス・ビゼールの力添えで入国することができた。 試合では2回戦で 100kg 級の選手であるフランスのシリルマレに1本負けした。2019年に地元のテルアビブで開催されたグランプリテルアビブでは優勝した。2020年のグランプリテルアビブで2連覇した。2021年7月に日本武道館で開催された東京オリンピックでは2回戦でリネールに敗れるも混合団体では3位になった。 アイフ世界ランキングは1238ポイント獲得で14位。100kg 級での戦績 100kg 超級での戦績。ありがとうございます。